はい、ひるびり放送局、M キャストのまこねーです。いや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 や。っちゃった。やってしまった。あら,らららららら。私は発見されちゃいました。そう、まあ、あ昨日のお話からの続きになるんですけども、まあ、今日ね、えー、っと、久しぶりに、えーっと えっと、午前中から、ちょっとね、あの、昔、私はダンスチームやってた時に、えっと、プロデュース兼指導に当たってくれた、まあ、ダンススクールのね、あの、先生と、ちょっと、新しいこと始めようよって感じで、あの、声かけいただいて、えっと、まあいいよ、みたいな。<laughs> まあまあまあ、あの、うんと、まあまあまあ、まあ、あの、うんとね、まあ、ザ・女子なんで。<laughs> まあ、アキナちゃんみたいなもんだよ。あの、いや、アキナちゃんより聖子ちゃんタイプかな。まあ、あの、うんと、いや、違うな、うーんと、アキナちゃんタイプあの、見た感じはなんかちょっとね、あの、うんと、まあ、私と同じぐらいの身長で、えっと、もともとね、えっと、 あの、ひいおじいちゃんだからがイタリアの方だったかな。お母さんがひいおじいちゃんだからひいおばちゃんがイタリアの方で、まあ身長が高い。私と同じぐらいの身長の高さで、まあスタイルいいダンスの先生なんですけど、うん。で、まあえっと、あの、まあ、ち ちょ、諸突猛進タイプ <laughs>。やろうと思ったら目の前一直線みたいな、あの、曲がった道は見えませんみたいなタイプ <laughs> の子で、まあ、あの、まあ、以前どんなことをしてきたかというのは、まあ、昨日なんか喋った気がするので、まあ、そこはさておいて、えっ、ー、と、まあ、ん、えー、と、ざっくり言うと、えっ、ー、とー、 通常ね、10万人ぐらいの街が、まあその時だけ100万人になるっていう、まあ新潟県最大級の、あの、長岡祭りっていう、まあ大花火大会があるんですよ。そう。あの、日本中の花火師が、あの、仕事休んででも見たいって言われてる、あの、花火師に人気がある花火大会として有名ですね。はい。まあ、世界、日本の三大花火大会の一つ。 でもあるんですが、まあ、その花火大会の前夜祭も、まあ、盛り上がるんですけど、その前夜祭で、えっと、私が当時率いてた、あの、長岡小一人ナンサーズっていう、この、あの、ダンスチームを中心に、まあ、市民で、市民500人で踊ったっていうことが過去にあるんですよ。まあ、それを、 再現というわけじゃないけど、また何かやりたいよねって話で、あれ楽しかったよねっていう感じのお話だったの。まああの、秋なちゃんタイプで、まあちょっとね、あの、<laughs> まああのちょっと女性らしいっていうよりも、なんかたくましい男の、あの、男性っぽい、あの感じの、あのお姉さんなんだけども、うんと、まああの、ハートは女子でさ、<laughs> 思考回路はまあザ女子っていう感じで、まああの、うんと、 あの、ロジックというか、あの、う、え、ん、っと、順番立ててお話できないというか、もうね、あの、1か0かみたいな感じの言い方で、あの、いや、ま、それをする、あの、前やった時どうやったっけなんて話から、まあ、前はこうやってこうやってこうやって、まあ、前はね、えっと、前もって恋中ダンサーズっていうチームがあって、まあ、この恋中ダンサーズに、ま、初公開しから声をいただいて、まあ、 パチンダンサーズのメンバーでぜひ踊ってもらえないかなって話から、まあ、それじゃあつまらないから、まあ、まあ、長岡松の趣旨も考えると、それは何の意味もないでしょって話で、まあ、長岡市民に広く声をかけて、えっと、多くの人が参加してもらい、みんなで踊りましょうっていうイベントに私が釣り替えたわけですよ。で、そこで500人に集めるため、500人集めるためにどうやったかっていうのは、こうやって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 こういうのやったよっていう話から、 そう。また、長岡祭り、まあ、いろんなイベントあるし、なんか、やりたいよね、なんて話で。来た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 。来たよ来たよ来たよ。これになんかもう、簡単に乗っちゃうと、ねえ、ほ私のあの、時間はどんどん取られていくみたいな感じで。まあまあ、ここは、あの、うんと、乗っちゃいかんところだと思っていたの。うん、昨日はまあまあ、そういう展開になるだろうと思ってたし、まあ今日も話しながら思ってたんだけど、 まあちょっとね、あの、私も、えっ、ー、と、ね、まあ、10分、20分って話にはならないと思うから、まあ、1時間、1時間半のお話になると思うから、まあちょっとね、あと、お菓子、お菓子というか、まあ私のダイエットフーズを持っていて、まあちょっとね、あの、コーヒーヒ、コーヒー買っていくからちょっと待ってて、なんか言って感じで、うんとコーヒー買いに行ったの。うん。まあ、青れ長岡と言って、まあ近くにセブンイレブンがあって、カフェスペースもあるところなの。で、まあ、そこで買いに行くときに、パッとね、1000円が出てきたの、1000円が。 そう。これ、交通費って言って、渡されて、いやいやいや、私、歩いてきたのに交通費も何もないよ。そう。別にいいからって言ったら、いや、私仕事だと思って来てるから。うわ。いや、仕事だと思って来てる。いや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 、これ受け取った瞬間から、これ、簡単に断れないんじゃないぞっていう状況に、あの、あの、ねえ。 <laughs> でもさ、まあ、その場で、いや、いらないよっても言えなく、まあ、その1000円を受け取りの、まあ、コーヒーを買ってキーの、まあ、彼女の分も買ってきたんだけど、彼女はね、コーヒー、あの見た、コーヒーさ、あの、受け取るだけ受け取って、最後ね、私コーヒー苦手だから飲んでるとか言ってるような感じでさ、<laughs> そう。まあ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 、まあ、まあ、とりあえず、うんと前向きな話。まあそうね、いいねっていう,かいう話で、まあ、そんな話だったんだけど、まあよくよく聞いて、聞いてみると、まあね、なんか、 前、知ってるね、7年、6年、7年前は、まあ、あの、ダンススクールの先生みたいなポジションだったんだけど、今はなんか、長岡のさ、あの、うんと、親善、なんて言ったかな、うんと、親善大使みたいな感じで、長岡を、あの、発信してる、なんか団体の代表になってたりとかね。まあ、なんかあの、いつの間にかさ、あの、活動の幅が広がって、あの、いろんなダンスとかイベントに、あの、 プロデュース、プロデュースはしてないんだけど、えっと、プロダクションっていうかな、まあ、あの、自分のダンスチームのメンバーとか、あの、えっと、を売り込んで、まあ、あいろんなイベントで、あの、いろんなことをやってるみたい。<laughs> そう。まあ、それで満足してる。私は別に、あの、そこに参加したいわ、参加したいっていうか、まあ、あの、ちょっとね、あの、 踊るの好きだからさ、踊るのも歌うのも大好きだから、まあ踊りたいし、歌いたいと思うけど、まああの、そんなね、あの、うんと、人前ステージに立ってなんてことはなく、そう、まあ私、あの、そういうステージとか、あの、ば、バナレしてるっちゃなんだけど、まあ緊張とかないの <laughs> そ。そう、まあ緊張とか全然なくて、まあステージ踊るのも歌うのも別にいいけどさ、まあでも、本、う、当、ん、まあ、そんなね、もう題材的にとか、 あちょっとなぁなっていうふうになんか顔に濁してたら、いやいや、ほんと、最初、うちら二人だからでもいいじゃん、みたいな。来た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 二人二人、うわそう、まあ二人ぐらいだったらいいよってまあ言っちゃったよ。まあまあ二人ぐらいだったね。ちょっとね、あの、うんと、まあダンス、今まで踊ったことないようなタイプのダンスとか、踊ってみたいと思うし、みたいな感じで。 あ、そしたらさ、まあ、あの子も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 、そう。まあまあ、あの、女子グループだよ。そう。私と同世代の女子グループが、まあ、まあ、6、7人ぐらいはすぐメンバー、もう、メンバーいるから、まあ、とりあえず、6、7人でもさ、長岡むムりで踊ったらいいじゃん。商工会社に今度いつ行くみたいな感じで。え、もう商工会社に売り込む話になってるのみたいな。そう。まあ、そんな話。いやいや、まあまあまあ、売り、その前にさ、うんと、まあ、 彼女は、まあ、コイダンサーズの復活っていうのを、なんかね、あの、ちょっと頭の中で描いたみたいなけど、いやいやいや、もうコイダンサーズはもうコだけでも、もう終わり、もう終わったものとして、まあ、やるんだったら、まあ、新しくユニットなる、新しい団体を作るところから、で、まあ、いろんな音、音楽、まあ、歌もダンスもいろんなことができる形 そう、もう、あの、こングだけじゃなくて、あの、いろんなことできる形で、あの、作るよ。で、まあ、彼女は、まあ、とにかく地新、地域心、地域、地域おこしっていうか、まあ、あ地域おこしだよね。う、ま、ん、あ、なんかね、いろんなところで、まあ、あ彼女のね、あの、活動の中心は今東京らしいんだけども、いろんなところでいろんな活動をしてると、まあ、とにかくね、長岡の人は元気がないっていうの。 まあね、まあコロナを宣伝しすぎちゃってるのかね、なおか。神経質になりすぎちゃってるのかもしれない。もともと <laughs>、まあまあ、他の地域ちょっと比べてみてないし、私もね、まあなかなかあの引きこもってたからさ、まあ、半分引きこもってたから、まあ、あそうみたいな感じ。うん。まあまあ、よそで見てるよ、よそでね、彼女がまあ他に伝えたならまあそうだろうって。 そう、だったそう、ダンスとかのイベント、ダンスとかさ、みんな巻き込んで、えっと、いろんな人に声来て、いろんな、手だけでもいいじゃんそう、手だけでもいいから、みんなが楽しく、あの、活動できるみたいな、あの、コミュニティが必要だと思うのねっていうふうに、まあ、熱く語るわけよ。そう。じゃあ、じゃあ、どう、まあ、それもそうだねって、うん。 いいんじゃないみたいな感じで、さらっと受け流そうと思ったらさ、そう、それにはやっぱダンスチームが、ダンス、チームみたいな、ま、こいちみたいのがいるのよみたいな話になり、まあね、言わんとすることはわかるけど、でも、あの、じゃあまあ、うん、とチーム作るところから、ま、こいちダンサーと引き継ぐのはちょっと私はもう嫌だし、まあ全く新しいものを作るんだったら、まあ、作るところからしなきゃいけないね、なんて話になって、そう、じゃあまあ、 まあ、まあ、ゆるくね、ゆるく、あの、つま先を、つま先をちょっと乗っけるぐらい。そう、つま先っていうか、どっちかというと、小指をちょっと乗っける、足の小指をちょっと乗っけるぐらいだったら、まあいいかなって、まあ私の心の中でも思ってて、まあ、うんと、じゃあ、まあ、その、すぐ集まるという6人ぐらいと、まあ一旦会って、えっと、どうしようか、みたいな話からしてみたら、みたいな。 と、まあ、証拠が一緒に売り込むにしても、何にするにしても、まあ、助成金取るにしてもさ、あの、んと、助成金取る。パコちゃん、上手でしょ助成金取るの。いや、まあまあまあね、まあね。そう、あの、うんと、私ね、企業系の補助金とか助成金取るのはね、ちょっとね、ちょっと、あの、しんどいんだけど、あの研究費とか、まあ、NPO とかの助成金とか助成金取るのは得意ないのよ。<laughs> そう。 補助金助成金さ、長岡市の助成金もいろいろあるしさ、そう、うんと、調べればいっぱいあるじゃない。助成金にとってさ、あの、うんと、 あの、が、やろうよみたいな話になって。まあ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 ,まあ、まあ。まあ、ね長岡市の助成金はさ、なんか長岡市の市民に、こう、市民に、えっと、メリットがあるっていうことを前提で書かないと、まあ取れないから、まあ、ダンスチームだからっていうふうに、じゃどうやって助成金書くなんて話をしながら、まあ、あの、うんと、大丈夫だよ、な <laughs>、って話になって。いや,いや、それには、まあ、団体として、公益性があって、 で,でまあ地域おこしいろんな人が、ま、を巻き込んであの、うん、とダンスとダンスや歌を通してみんながあのおあのいろんな会話ができるいろんなコミュニティ新しいコミュニティとして作れるっていうか広がるようなものを団体を ていこう行きたいんだみたいな感じで、まあ彼女言うから、まあそれにはさ、今いろんな要素言葉なんかいっぱいあったけど、まあそれ整理して、えっと、まあ中学生にい、あのね、えっと、1分ぐらいでプレゼンしても、あ、なるほどねってわかるような、えっと、団体の目的とか、趣旨とか、そこら辺を整理して、整理しないと、まあどことね、あの、うんと、 どことお話しするにも、それありきじゃないとできないでしょそう。まあ、そこから作るって、だったら、まあね、あの、まあ、作るかねみたいな話になって、まあまあまあ、まあ、このあの、うんと、ザ女子の諸突申しお姉ちゃんは、まあそこまでは <laughs>、あの、そこ、そういうところが苦手なのよ。そう。でも、うんと、あの、あとすごい推しの強い、 あの、アポ、アポで <laughs>、いろんなところにババッとね、つなぎを作ってきちゃったりとか、そう、なんか、あの、私にはとってもできないね、バイタリティ。私のバイタリティとはまた、全然違うバイタリティの持ち主で、まあ、彼女よりかね、あの、まあ、ああの、中心になって動くんだったら、ま、あね、ま、あ彼女は、あの、プロデューサータイプだよね。<laughs> <laughs> そう。あの、うんと、そのプロデューサーの、あの、うんと、調整役が私、みたいな。そう。で、私は、で、彼女は言うのよ。私はさ、まあ、表に出るのが好きじゃないから、だから、広報とか、まあ、テレビ対、あの、テレビ局対応とか、まあ、メディア対応は、あの、まこちゃんお願い。いや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 、いいよ。私別にさ、あの、ね、今さら顔出し、みたいな <laughs>、まあ。古くはね、私が、あの、メディアに初めて乗ったのは、まあ、こう、 こう一年ぐらいだったかなうん。新聞に取り上げられたのは高校一年ぐらいで、まあ、たびたびね、新聞や N、あの、ケーブルテレビとか、まあ、あちこちに顔出てるから、今更ね、あの、うんと、まあ、隠れ、あの、すもぐり、す、すもぐりすむぐりまあいいや。まあ、ずっとあの、NS、ん ?NS、ん ?N、SNS 立ちしてて、まあ、表舞台から消えてたけども、まあ、今更ね、あの、顔を出すの嫌だってことはないから、あ、いいよ、別に。 うんと、まあ、メディア対応はするし、そう、まあ、こ、さあ、まあ、こちゃん写真家だからさ、まあ、動画とかも撮れるな今 YouTube やってるからさ、編集とかも得意でしょいや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 、私さ、まあ、あの、うんと、彼女ね、まあ、あの、うんと、こういうことやりたい、こういうことやりたい、こういうことやりたいには、でもさ、それまこちゃんがいるだけで全然、あの、違うんだよね、とか言われると、いや、なんか、なんか、なんか気持ちよくなってきたわけよ まあその時はね、もう心の中で、いやいや、やばいな、やばいな、そう、と思いながら、まあ、心地よくなってきて、まあまあまあ、とりあえず、その、まあ、彼女がやりたいっていう、その団体を作り、まあ、あの、小指を、足の小指を乗っかる、乗っけるぐらいだったら、まあ、いいかな、まあ、まあまあ付き合う、まあ、いいかなって。私の社会復帰という意味も含めて、まあ、あの、うんと、まあ、いいかなと。<laughs> そう。 まあ何かしようと思った時には、まああの、うんと、一つぐらいちょっと思い切った行動をしないと、まあ何も前に進め、進まないから、まああの、うんと、彼女とばったり久しぶりに再会して、まあ話がこう進んだっていうのは、まあまあ、あの、うんと、私にとってもいいことなんだろうなと思い、じゃあまあ、その、じゃあそのメンバーと会って、会ってみて、会ってみて、まあどういう方針にしようかって、えっと、決めようか という話をしたそしたら、彼女はいつがいいかなって言って、まあ、えっ、ー、と、今5月の1日だから、まあ、5月の後半がいいかなとか言われて、いや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 、お,お前、8月の、あの、1日の長岡祭りのイベントに、まあ、あの、そのメンバーで出ようとか、まあ、その8月の後半にね、あの、近くのね、三島町っていうところがあって、三島のね、前、まあ、イベントも、もも お客さんと近くてすっごい盛り上がるんだわ。まあね、あのステージで踊るだけでも、ものすごテンション上がるんだけども。まあそれも、あの、出ようよ。まあ、前、うち毎回出てるし、あの、うちらで、あの、ほんと、団体ができてしまえば、出れるところいっぱいあるからさ、なんて話になって。いやいやいや、まあ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 。まあ、とりあえず、まあ、それは方。でもそれ、あの、用意どんでするん、 するして、まあ、8月に回すんだ、間に合わすんだったら、5月の後半じゃまあ間に合わないでしょみたいな。練習も含めて。うん。とじゃあいつって言ったら、とりあえず来週くらいみたいな。そう、話を私がしちゃったの。そうするとまあ来週になるわけよ。そう。まあまだ日にちは決まってないけど、まあ他のね、メンバーとの調整してなんだけど、まあそういう調整とかはまあ彼女がやってくれるし。うん。まあそうなんだけど、 まあ、まあ、あの、彼女が挙げた名前を聞く限り、まあ、彼女のから聞いた名前ね、みんな、私も知ってるコいチンダンサーズの頃から一緒だったメンバーだから、そう、話を聞いていく限り、いやいやいや、みんなザ・女子じゃん。わ <laughs> かるわかるわかる。あのね、あの <laughs>、ザ・女子しかいない会議ほど、本当に物事決まらない会議ないよね。そう、うん。 もうね、あの、そのメンバー聞いたときに、いや、もう事前に私がもうこういう筋書きを作っといて、まあ、こういうふうな高校でどうっていう風なぐらい作り込んどいて、みんなの承認を得るみたいな形にしないと、その会議、あの、2時間3時間やってもただのお茶飲みで、まあ、また今度会ったときに決めようよで終わるタイプだよね。いや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 、私もそれで、過去何度さ、本当と女子と、 あの会議するのがほんと不毛な時間だっていうことを何度も経験してるから、まあそうなるとね、まあまあいつかわかんないけど、まあそれまでにまあまあまあ、あのまあ会の方針、まあ団体の方針とか、あの今後の方針はまあ私の中でまあ考えて多少あの形にし、まあこういうのでどうみたいな感じで作っとかなきゃ、まああの、それがね、あの週1回、毎週ミーティングしてもまあ決まらないよ。 そうまあいいあのうんとその彼女はまあ諸突猛進タイプだけど他のねメンバーはどっちかとあの彼女に引っ張られていくっていうメンバーが多いのよそううんまあみんないい子たちなんだけどまあ同世代だしい私はちょっと下ぐらいかなそうまああのうんと子供たちもそのあの彼女彼女の子供彼女と彼女の周りの子供たあのみんなの子供たちももう中学生 高校生ぐらいの子たちばっかだから、まあ私よりちょっと下か、それくらいよね。うん。まあそんな感じで、まああの、うんと、あんなに、あんなになんか、怪した、明日ちょっとやばいなーなんて昨日渋ってたんだけど、結局、まあ小指をかけたのか、まあ足をデンと乗っけちゃったのか、まあ、お尻をついちゃったのかわかんないような関わりを、まあすることになってしまって、そう。 なったのよ。まあ、それでまあ、近況報告をしてたら、まあ、私がダイエットしてて、まあ、16時間断食で、まあ、それなりに結果出せるのと、まあ、あの、うんと、プロフ、あの、日本ダイエット健康協会のプロフェッショナルアドバイザーの資格を、まあ、取るつもりで、今は生活アドバイザーの資格持ってるけど、プロ,プロフェッショナルアドバイザーの資格を取るつもりで、あの、勉強してるんだって言ったら、あ、じゃあさあ、講演会しようよみたいな話になり、そう、あの、うん、 え、プロフェッショナルアドバイザーになってからでいいからさ、まあ、あの、うと、そのダイエット、もうその、どうやってダイエットをしてるかっていう話の講演会しようよ。私人集めるからさ、みたいな感じで。いや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 、ま、ま、わかったわかった。まあ、講演会ね。まあ、講演会とかは、ま、平気さ。そう、<laughs> 一回資料作ってしまえば使い回し聞くし、ま、あま、あ資料がなくてもね。まあ、私あの、うんと、まあ、あの、うんと、 マイクで喋ってるより目の前に人がいた方が乗る <laughs>。だからまあまあ、講演会いいよ。あの、えっと、まあ過去にいろんな講演会ね、自分でお喋りしてたこともあるし、まあ指導してた頃もあるね。全然いいよ。そう。まあそうしたらさ、まあ、あの、うん、となんで急にさ、あの、うん、とずっと SNS が散ったのに、あの、急にまた、うん、と戻ってきたのなんて話になって、いや実はね、まあもう本当 SNS にかかりたくなかったし、 あの、人と関わるの嫌だったんだけど、まあ、たまたまね、映画を見てに行った時に、まあ、映画の面白さを知って、あの、まあ、再確認して、まあ、そっからいっぱい映画見てるうちに、だんだんね、あの、コンテンツを作って発信する方がしたくなって、まあ、YouTube に復帰したんだ、なんて話をしてたら、それもさ、それもさ、話にし話してよ。そう、もう、もう、 お忙しだね、まあ、こちゃんみたいな話になって。いや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 ,いやあの、うんと、前はね、前はさ、私のってる彼女は前は、まあ、ダンスのイベントばっかだったけど、今はもうほんと、なんか、展開の、あの、幅が、ものすごい広がって、まあ、頼もしいプロデューサーになったな、この、ね、お姉ちゃんみたいな感じ。あの、うん。そう。まあ、ああの、私があの、 えっと、長岡の前線になかった間も、まあね、えっと、みんな、まあ、いろんなね、あの、頭角を表してるメンバーは、まあ、どんどんいっぱい出てて、えっと、いろんなことをされてるんだけど、まあ、それにしても、長岡市自体のイベントものすごく減ってるし、あの、もう本当、活力がないよね、 まあ私に言うんだけど、まあ、私はね、久しぶりにあの街中出てきたし、まあ、活力があるかどうかも知らないけどね、みたいな話したないのよーみたいな感じで、わかったわかった。まあ、とりあえずあの、うんと、日にち決まったら、もう私、インスタグラムで連絡してくれる方が助かるから、まあ、インスタグラムのアカウントを、まあ、ここあのお互いにあの交換して、あのまあそれで連絡取りやろうって話をし、うん、とじゃあ、まあ、 あの、帰るねみたいな感じで、そう、別れようとした時さ、突然彼女が、いやさ、こちらさ、突然なんだけどさ、まあ、無理だったら無理って断ってくれてもいいんだけど、4日なんだけどさ、って、4日 ?4 日がどうしたどうしたのって言ったら、まあ、4日、まあね、おじやしの何とかってところで、ステージがあるんだけど、そう、あの、歌わないとか言われて、 待って待って待って待て待て。私あの、彼女と組んで、というか、私そもそもステージの上で、トークをした、トークで間を繋いだりとか、あのー、トークで真似をつかんだり、繋いだりとか、まあ、ダンスをしたりとかはあるけど、ステージの上で歌ったことないな。まあまあ、まあね、私あの、カラオケスナックで働いて、カラオケスナックでかカラオケバーで歌ってたから、まあカラオケバーね、びっしり暇 埋まあ、むしろ、人前で、人前な方ほど私はもう気持ちよく歌えちゃうので、まあ、そんな、あの、ちょっと前にね、カラオケ歌いたい歌いたいって言ってた私としては、まあ、人前で歌えるんだったら歌いたいけど、まあ、4日っていつだっけって言ったら、まあ、数えてみれば、今日1日、今日収録してるの1日よ。 二、一、二、三、四。四日後、あさってじゃん。しかも私が、アキナちゃんの映画を見に行こうと思ってた木曜日木曜日木曜日何時から私、できれば、あの、午前中しか外に出たくないんだけど、大丈夫 ?11 時からだから。え、どこオジアのなんとかどうのこの。ああまあ場所わかんないけど。え、どういう人が集まる回なのってたら、あの、いや、何々さんも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 出演するよ。いやいやいやままあ、セミプロみたいなメンバーが集まって、 るイベントのステージで、まあ、彼女の,あの、うん、とボールを使ったダンス,ダンスを披露する。その前に、二曲か三曲歌わない？いやいやいや,いや、二曲か三曲って、もう十五分ぐらいじゃん。え、えそれ、十五分間をつなげってことみたいな。 場を盛り上げれってこと繋げでも盛り上げでもいいけど、とりあえず歌わないって言われて、ま、さすがにね、さすがに私も、即答できなくてさ、まあ、ちょっと、あの、2、3時間悩むから、ちょっと後で連絡するわ、みたいな。もう明日、4日後、まあ、もう3日後の話だから、もう悩んでる時間ないわけよ。そう。で、まあ、えっと、うん、わかった。そう、まあ、無理なら無理でもいいけど、いやいやいや、それはもう、 目は無理って言ってないよ。いや、できるよねっていう。そう。そう。歌おうよ。そう。何か、あの、きっかけがないと、そう。なかなかスタート切れないでしょマコ、ま、みたいな感じのさ。そう。まあ、彼女は私のことはマコとは呼ばないんだけど。そう。<laughs> そうまあ、大体私のことをマコって呼ぶ女子は、大体衝突猛進タイプ。<laughs> そう。うん。あの、ほんすっごく、あの、うんと、優秀な、 ちょっと素晴らタイプの女子が多いのは私のこと、マコっていうタイプは。うん。そう。で、マコってちょっと上から目線でできるでしょっていう顔をされるのが、私はめちゃくちゃ苦手で、そうすると、 はいって言っちゃうんだよね。そう。まあ、多分私が小さい頃から、あの、ちょっと年上のお姉さんたちに囲まれて、あの、生活してたせいで、まあ、年上、ちょっと年上のお姉さんたちに、ちょっとあの、あの、そう、上から目線ででしょできるよねなんて言われると、弱いのが、なんかバレバレなんだろうね。まあ、そんなわけで、あの、4日 ?4 日まあ、どうなんだろう。話を聞く限り、まあ、多くても200人、 300人ぐらいなのかなまあ、どれくらいか、わかんないけど、あの、屋内のステージとかならね、多分、ま、入ってても100人ぐらいだと思うんだけど、まあ、どうだろうまあ、どういうところかわかんないけど、まあ、あの、うんと、ステージに立ちます。<laughs> ステージに立って、まあ、66練習してない曲を、2曲と、あとはトークで潰す,すって感じで、えっと、あさって そう。まあね。っと、まあ、あの、思った何か始めるときに、ちょっと思い切って背中を押されるぐらい、で、飛び出さないと、まあ、あの,よの、私自身もなかなか次のステップに行かないし、そう。まあ、私の YouTube が、まあ、あの、とまあ、ちょっとね、えっと、駆け出したっていうステップ1だったら、まあ、その先のステップ2、ステップ3には、まあ、もの次の、 あの、駆け出すことが必要なわけじゃん。まあ、そういう意味では、まあ、あの、と、彼女の、えっと、うんと、提案に乗るのもありだし、まあ、その、彼女の提案に乗る最初の、あの、えっと、一歩として、えっと、あさのステ,ステージ、まあまあまあ、いいんじゃないのって。まあ、恥かくもいいよ。恥かくもいい。笑われるもいい。そう、まあ、とりあえず、あの、出てみようかと。そんなわけで、あさって、 えと、急にステージに立つことになりました。まあね、曲を2曲。まあね、まあ、あの、カラオケでさ、あの、ね、カラオケで歌う分には歌えるけど、生オケってさ、全然違うじゃん。うん、まああの、音を、音をね、消した、まあ彼女は、あの、うんと、カラオケを作って用意しとくからさ、まあそれに合わせて歌ってくれればいいっていうけども、ね、音だけ聞いてそれに合わせるのってまたちょっとち、 違うじゃん。まあ、私それさ、あの、うんと、喉自慢で大失敗したことがあって、まあ、ちょっと、ちょっとトラウマっちゃトラウマなんだけど、まあ、それでもね、まあ、チャンスがあるなら、チャンスをもらったんだから、まあ、精一杯楽しんでみたいと思うんです。まあ、何を歌うかに関しては、うんと、今ね、流行ってるみたいね。あんまりよくわかんないんだけど、パフィーの愛の印と、 えっと、おぎのめようこちゃんのダンシングヒーローを歌いたいと思います。ダンシングヒーローは、私ね、あの、ち、あの、うんと、よ、おぎのめようこちゃんが、まあ、ま、デビューした頃、ダンシングヒーローをリアルで歌ってた頃に、あの、テープを買ってもらって、初めて、あの、聴いた女性歌手。 自分で、初めて、あの、手で、自分のものだと思って、手に取った、手に持ってた、えっと、テープが、おぎのみようちゃんで、まあ、私、ダンシングヒーローが好きで、買ってもらったから、まあ、ダンシングヒーローは、まあ、ちょっとね、ちょっと聴けば、まあ、音楽に合わせて、あの、歌えるだろうし、あの、まあまあまあ、あ,あの、まあね、えっと、2、3時間ちょっとカラオケ歌えば、まあ、多分、うんと、 まあ、声量とか、まあ、声とかももう、もうワンランク、ワントーンぐらい高い声とかで歌えると思うから、まあ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 、いいだろうと <laughs>。で、愛の印に関しては、まあ、えっと、知ってはいるけど、じゃあ、フルコーラスで、突然歌えるかってのはそんなこともなく <laughs>。まあ、今日から、まあ、数日だけど、えっと、振りは、振りはもう無理 <laughs>。あの、ダンシングヒーローモフの振りもちょっと無理だし、 うんと、愛、愛の印の振りもちょっと無理だから、とりあえず、まあ、あの、うんと、音に合わせて、まあ、歌えるっていうところまで、まあ、ここ2、3日で仕上げて臨みたいと思います。そう、私のね、今日のアウトプットはどうなるんだろう。<laughs> そう、まあ、でも、まあ、時間を見つけながら、ちょっとずつ前進んでるので、えっ、ー、と、今日のアウトプットも、待ちかじか、えっ、ー、と、再開します。そんなわけで、今日は、 ま、突然の告白で、まあ、ここね、ステージに立つということで、えっ、ー、と、お話ししました。また明日。うん。まあ、明日はね、ちょっと午前中は、ま、仕事終わってからそのまま、ボックス行って歌ってみようかなと思ってます。はい。まあ、明日までに歌詞をしっかり覚えようかな。そう、そんなわけで、まあ、ここね、でした。バイバイ。また明日。